里崎チャンネル。こんにちは。さあ、今日はですね、西村監督の、辞任の問題をちょっと取り上げようと思いますけど、まあ、すぐそこをという形で出してもよかったんですけども、まあ、その情報を届けるだけじゃつまんないんで、そのまあ何が起きてどうなったのかっていうのを、まあ、里崎が個人的に取材したりとか、いろんなとこから調べたりとか、見たりとか、聞いたりとかしながら、これってこうなんじゃないのっていうところを、里崎チェックっていうところでね、まあ、語っていきたいと思いますけど、まあ、20日のね、西武戦、試合後に、まあ、西村監督がね、に辞任を要請し、受諾されたと発表したっていう、まず、これがおかしいですね。第一の疑問。辞任要請。もう正直、解雇だね。だって、辞任要請っていうことは、やめてください、お願いしますって言っていくんですもんね。ってなった時にですよ、監督もそうですし、選手もそうだし、コーチもそうだし、多分まあ、いろんな仕事でもあると思うんですけど、その雇い主から、もうやめてくださいって言った時に、嫌ですっていう、多分権利ないと思うんですよね。やめて、だって選手だって、来年から佐々木君、契約しないんで、占領会です。嫌ですって言ったら、じゃあ占領会になんないのかって言ったらなるじゃないですか。だから結局、辞任要請じゃなくて、もう解雇通告ですよね。なんかこう、言葉の表現を、なんかニュアンス変えてますけど、正直なところで言うとね。だからその、まあ、自力部位がね、消滅した時点での、そのまあ、辞任要請っていう形になってると思うんですけど、まあ、僕は前々からそういう話はあったと思うんですよね。自力部位が消滅したら、辞任してくださいねっていう要請は前々からあって、で自力部位がなくなって、で改めて辞任を要請して、もう分かりましたっていう西村監督の多分話、このストーリーがまあほぼ正しいんじゃないのかなと。そうじゃないとっすよ、リアルに直後だったら戦いました、早いとはいえ自力部位なくなりました、いやー負けた、自力部位なくなったか、まあでも明日どうにかしよう、トントントン、辞任要請分かりましたって言わないと思うんですよね、そんなスピーディーに。やっぱりそうなった場合、いやもう少し考えさせてもらってもいいですかとか、いきなりもし何のノークッションでいきなり来て辞任要請されて、すぐにはい分かりましたとはなんないと思うんですよね。そう考えると、やっぱり前どっかの時期でこうなった場合は辞任していただきたいんですけど、考えておいてもらえますかでなったどうしましょうか。でも西村さんとしては前々から聞いてる、そこでも腹も決まった、よし自力部位なくなったらもうじゃあ言われた通り辞任しようで来ました、辞任しますっていうところが、多分僕はこれが正しいストーリーなんじゃないのかなって、いろんなことを見たり考えたりこう分析したりすると、まあそう思うわけですよね。でまあこの、まあ、辞任、まあ、解雇っていうのはまあ正直まあ仕方ないかなっていうところもあるんですけども、まあ、僕は個人的にシーズン途中の解雇はあんまり好きじゃないんですよね。やっぱりシーズン最後まで戦って、まあファンの皆さんもね、もう早めにやめろとか、やめた後、まあ中島さんになって、3連勝して、昨日の火曜日はまあ連勝ストップで負けましたけども、連勝して、あ、監督変わってまだいけるぞ、まだ試合数半分以上あるから立て直そうっていうね、気持ちもあるとは思うんですけど、僕は個人的には途中でやめるのはあんまり好きじゃないんですよね。やっぱ最後まで戦って、でも仮に途中で、やめてもらいたいっていう時期が来たならば、僕は監督だけの責任にしないで、フロントの人の任命責任もあると思うんですよ。で、その任命責任も考えれば、フロントの人の責任もあるんじゃないのかなって個人的には思うんですよね。で、そうなってくると、フロントの人の責任の素材はどうなんですかってなった時に、この中の問題で言うと、西村監督だけの責任、まあ現場の長なんで責任を取るのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、西村さんだけの責任にするのはちょっと違うんじゃないのかなってモヤモヤ感もあるんですよね。それはフロントの人の責任も、それは多少なりともあるんじゃないのかなと。だからまあ辞めなくていいとしても、減俸とか降格とかっていろんなこうなんていうんですかね、罰的なのはあると思うんですけどね。でもそういうのがなかったっていうのは、このシーズン中監督を解雇しながらそういうのがなかったっていうのは、ちょっと僕は客観的に見た時にまあ残念っていうか、うんっていう気持ちになる。まあ前回ね、まあ去年でしたかね、宮本慎也さんがヤクルトの、コーチを退団した時にも、
編成とかスカウトの問題もあるんじゃないのっていう時のことも言いましたけど、まあその監督を決めた任命責任とか途中で解雇っていうのはやっぱりフロントの人とかあの人の責任もかなり重大なんじゃないのかなっていうところはね、あの率直に思いましたね。なんか西村さんの責任だけにするのはちょっとなんか違和感あるなっていう、ところは、ありましたけども、でまああの2軍のね、中島さんが監督のね、中島さんが、まあ、監督代行という形で今の監督になりましたけど、それまあ情報によると腹決めとけよと、こうなったらこういくぞっていうところを前々から伝えられてた、伝えてたっていう話もあるんで、やっぱそう考えるとやっぱりその西村さんにも前々からそういう話はやんわりとでも伝わってたって思うところがまあ正しいんじゃないのかなと思いますし、まあ試合が終わって社長と森川本部長が西村監督にまあ伝えた、もうこれは最終確認をまあ取りに行ったっていうところがまあ正しいんじゃないのかなと。でまあ中島さんがね、この多分次期監督かなっていうのはもう前々から思ってて、僕はもう正直来年中島さん監督になるんじゃないのかなって思ってたのは、日本ハムから中島さんを、まあ、日本ハムでね、あのメジャーのコーチ研修なんかも行って日本ハムの中でいい形で仕事をしていたところがオリックスに来たっていうところは、もうある一定の保証がないとなかなか、まあ古巣、まあ元々はね阪急選手で阪急でしたけども、まあ元々のその古巣に帰ってくるっていうのはよっぽどのその待遇確約とか将来的なポストがないとなかなか帰ってこないと思うんですよね。でそう考えると、まあね、二軍監督になったんで、あ、これは後々は田口さんじゃなくて、まあ僕はもともと田口さんが次監督になるのかなと思ってましたけど、田口さんじゃなくて中島さんっていうのがオリックスの規定路線なんだっていうのは、その日本ハムからオリックスのコーチになった時に思ってたんですよね。でこれでまあ今監督代行になったんで、まあ今後シーズンの成績がどうなったとしても、まあこのまま中島さんが来年の監督にそのままスルッとなっていくと思うんですけど、でその中でコーチもまあ大きく入れ替えたっていうところで、辻2軍打撃コーチが1軍打撃コーチになって、で斉藤敏夫2軍バッテリーコーチが1軍バッテリーコーチで、小林さんが2軍投手コーチから2軍監督代行で、小屋のコーチが2軍打撃コーチから2軍総合コーチで、平井さんが1軍投手コーチから2軍投手コーチで、後藤光月が1軍打撃コーチから2軍打撃コーチで、三輪さんが育成統括コーチから2軍バッテリーコーチで、酒井さんが育成コーチから育成統括コーチで、鈴木さんが1軍バッテリーコーチから育成コーチっていう、で中垣さんがパフォーマンスコーチ兼コーティングディレクターから巡回パフォーマンスコーチ兼コーチングディレクターっていうところでね、大きく変わりましたけど、僕はこれも個人的な見解ですけど、僕はシーズン中に1軍のコーチと2軍のコーチを入れ替えるのは大反対です。で僕は現役中も1軍と2軍のコーチがシーズン中に変わるっていう経験はしてきましたけど、まあ巡回コーチになると話は変わるんですけども、その1軍のバッテリーコーチが2軍のバッテリーコーチに来るとか、1軍のバッティングコーチが2軍のバッティングコーチになるっていうのは正直反対なんですよ。でそれなんでかっていうと、2軍の選手がその2軍のコーチといい関係で、で新しい試みをして、それを反復練習の中、その形を身につけようとする段階を踏んでる時に、そのコーチがいきなり1軍に行って、で新しいコーチが1軍から2軍に来た時に、今までの歩みを知らない、で歩み通りにしてくれるか不安がある、大げさに言うと全く逆のことを言われるパターンもあるんですよね。でそういった時に選手が戸惑うっていう、その2軍のコーチ2軍の選手っていうのは、まあ長い目で見て選手を育てるパターンもあるし、速攻性よく1軍に送り込まなきゃいけないパターンもあるし、まあ、選手に応じて使い分けながら時間を使って練習に取り組み能力を上げようとするわけですよね。でそうなった時に長いスパンで考えて育成して、それがすごいいい形で成長してきてるところに、その指導者がパーンっていなくなって新しい人来た時に同じ思考で教えてくれればいいんですけど、まあ、僕の経験上ほぼ同じ思考で教えてくれないんですよね。でそうなってきた時に、今までやってたことを全否定されたりとか、今までやってきたことの真逆のことの指導法になったりするのが一番選手が戸惑うし、よくわからないパターンになるんで、まあ、シーズン終わってだとまだいいですけど、シーズン中でってなるとそこら辺の連携ってどうなのかなっていうところは、その若手とかこれからの成長株の選手に対しての心配とかねっていうところがなるんで、そこら辺ちゃんとやってもらいたいなっていうところもありますし、まあ、今回中島さんが1軍上がった時に1軍でも調子良かった、まあ、杉本とか、大城、中川とかでピッチャー漆原とか、そういった選手が一緒にね、中島さんと一緒に1軍に上がっていきましたけど、この
事例だけを見ると1軍と2軍の情報伝達とか連絡ってうまく取れてなかったのかなって客観的に思うんですよね。一緒に上がるってことはもう中島さんの目からするともうこの選手はすごい今いい状態、もう今すぐ1軍に行ってもいけるから連れていくっていう形で連れていったと思うんですけど、もうこの西村さんが辞任する前の、組織でいうとすごい疑問なところは今のその選手たちを1軍に状態いいんで上げてくださいよっていう連絡はしてたのかしてなかったのか、してたとするならばそのしてたことを1軍の人たちはまあ飲まなかった、もう 1,2 軍の組織の連携とする伝達がうまくいってなかったんじゃないのかなっていうのも客観的に見たら感じますね。でそう考えると、まあ、1軍は1軍で結果としてしっかり出せてないで、まあ、一時的にでも自力部が消滅してしまった、そして 1,2 軍の連携がうまくいってないっていうところを考えるとやっぱり組織としては、まあ、正常な形で、まあ、進んでなかったのかなっていうところをいろんなピースをくっつけて考えるとオリックスの現状っていうのがね、まあ、見えてくるっていうか、まあ、思ったところですね。で、まあ、ここでね中島さん監督代行になって、今3勝1敗ですかねっていう状況でなってきますけど、まあ、ここからどういう試合展開になるのかっていうところはね、まあ、終わってみなきゃ、分かりませんけど、まあ、そこでまあ一つね、まあ、新しい空気が入ってどう変わるかっていうところは、まあ、野球ファンとしては、まあ、楽しい状況ではありますけども、まあ、基本的に、まあ、大元で言うとシーズン途中で監督だけに責任取らせてフロントが何の責任も取らない、まあ、ちょっとしたら取ってんのかもしれないけど発表されてない、もしくは発表されたかもしれないけど俺が知らないだけかもしれないですけど、そこにすごい違和感があるっていうところと、個人的には 1,2 軍のコーチのシーズン中の入れ替えはそんなに好きじゃないっていうところを、まあ感じた、まあ、ところでありますけども、まあ、僕もね何回もオリックスの、戦力は十分いい戦力があると、まあ、その中でも、まあ、やはり足りないところは、まあ、チームの規律がないとかね、こう野球を上手に進めれてないとか、ここ終盤になってくるとねダブルスチールの連発でそれがうまくいかないことが多かったりとか、まあ、あと一番のね計画通り進まなかったのはやっぱりそのエースクラスの山岡がやはりもう開幕当初から怪我で離脱してしまったっていうね、ところもありますし、まあ、そういったところねマイナス要素はあるってなってもやはりこの早い時期にやっぱこう自力部位が消滅してしまったっていうところはまあ責任のね、問題になりかねないっていうところもありますし、まあ、テコ入れっていうところでね、まあ、今後どうなっていくのかっていうところは、まあ、注視していく、必要性があると思いますけども、まあね月曜日のね総チェックはお休みしちゃったんで、今回ね火水木のねその中島新体制のオリックスの戦いを見ながら、金曜日にねその戦いもチェックして総チェック、監督が変わってどうなったのかなっていうところをねまたチェック動画で出したいと思うんで、そこら辺はね試合は動いていってるんで、その中でまたいろいろと新しい体制に対してはですね評価評論していきたいなと思いますし、まあ西村さんとしてもね、まあ、ここまでオリックスを率いて頑張ってきて本人としてはね、まあ、納得できないところもあるでしょうし、自分だけの責任かっていう気持ちもあるでしょうし、頑張ってきたっていうところに対してはね、まあ、お疲れ様でしたっていう気持ちもありますし、まあ、オリックスとしては今後もね続いていくわけですから、まあ、中島新体制になってどこまでの頑張りを見せれるかっていうところはねファンの皆さんにも頑張ってほしいっていう気持ちはありますし、まあ、こういったところ佐々木が個人的に思った西村監督辞任の中にある秘密、そして動きは何だったのかっていうところをね今日語っていきました。皆さんどうですか、まあ、これは人によってねいろんな考え方あると思うんで、まあ、佐々木の意見を聞いてごもっともやって思うこともあれば、いや俺は違うよっていう考え方があって当然だと思うんで、でもこういうことをね考えていくっていうのも大事なんで、皆さんにね、まあ、この今日のこの動画を機にですねいろんなことを考えながら何が正しいか何が間違ってるかっていうのをね、まあ、考えながらプロ野球を楽しんでもらいたいと思います。ということで佐々木智也でした。